極限脱出アドベンチャー全員死亡です。2012年チューンソフト、どうもアラヤンです。さあ今回はクォークと天明寺が忘れ物の倉敷茜さんの写真を撮りに行ったところで、シグマだけが A 階の倉庫に戻ってきたところの続きですね。さあ行きましょう。 A 階の倉庫に駆け込むと、そこには別チームの5人の姿があった。ケイトルナ、ファイト四つ葉、それからディオ。ディオは俺の姿を見つけるや否やすぐに右端の AB ルームへと駆け寄り、入っていく気ですね。カードキーを使ってその扉を開け放った。戻ってきたディオは悪びれる様子もなくこう言った。別に構わねえだろ。今回はシグマが戻ってきたのをちゃんと見届けてからゲートを開いたんだ。勝手な真似とは言わせないぜ。だが天明寺とクォークはまだ。そういえば二人はどうしたんだ。忘れ物をしたらしくてな。そいつを取りに戻ってる。だったらすぐにやってくるだろう。何の問題もない。その後俺たちは直前に調べた部屋についての情報交換を行ったけれど、彼らの方からは実りある情報は一切得られず、俺の方からも何か手がかりになりそうな有意義な情報は何一つ提供することができなかった。俺たちはただただ途方に暮れるばかりだった。いたずらに時間だけが過ぎていく。帰ってこないね、天明寺とクォーク。ディオが AB ゲートを開放してからかれこれ20分ほどは経っただろうか。それでもなお天明寺とクォークが倉庫に姿を見せることはなかった。なあ、いくらなんでも遅すぎるんじゃないか。写真撮りに行っただけですからね。心配ですね。何かあったんでしょうか。俺ちょっと様子を見てくるよ。では私もお供しましょう。よろしく K。 いや俺一人だけで十分だ。なんで、なんかあったかもしんないのに。ミイラ取りがミイラにならないようにね。そんな大げさなことじゃない。所長室に行ってすぐに戻ってくるだけだ。じゃあまた後でな。俺はそう告げて倉庫を飛び出していった。所長室、戻ってきましたけど。天明寺とクォークは？あれ？変だな。誰もいないぞ。写真はなくなってんな。写真はなくなってるな。とすると天明寺とクォークは確かにここへと引き返してきたことになるが、つぶやいて B 階のマップを広げてみる。そうか、あいつらは倉庫側の扉から出て行ったんだな。で倉庫を経由して青の扉からエレベーターの前へ。確かにそのルートの方が移動距離は断然短い。一方俺は赤の扉の方から遠回りをしてこの所長室に来ちまったから。なるほど、見事に行き違いになったってわけだ。ち、完全に無駄足だったな。仕方がない、引き返そう。そんな感じじゃなさそうですけどね。そう漏らして倉庫側の出口へと駆け寄ろうとしたその時、ん？視界の片隅に奇妙な輝きが映った。おっと、あの装置、なんでだ。あの装置電源が入ってるぞ。俺たちがここを探索した時にはどう頑張っても動かなかったのに。ふと何か言葉にならない不穏な予感が脳裏をよぎった。激しい胸騒ぎを覚える。俺はごくりと固唾を飲んで恐る恐る装置の前へと近づいていった。何なんでしょうねこの装置は。その正面で足を止める。光の在りかを求めてそっと手を伸ばした。と次の瞬間、誰だ誰だ。どうやらようやくここまでたどり着いたようだね。誰ですか。まさかお前は。我が名はゼロ。君たちを閉じ込めたのは他でもない、この私だ。こいつは誰なんだ。聞きたいことは欲
どあるだろう。だが見ての通り、私のこの姿は事前に記録されたホログラムの映像だ。したがって残念ながら君の質問には答えることができない。ビデオを見てる感じってことかな。あらかじめこのことを心得ておいてもらいたい。く、俺は殴りかかっていきたい衝動をぐっとこらえて握りしめた拳を静かに下ろした。さて、何から伝えるべきか。私も君に話して聞かせたいことは数えきれないほどあるんだ。だが時間は限られている。その全てを話すわけにもいくまい。そこで重要なことを二つだけ選んで君に伝えることにしよう。まずはシロアリの話からだ。何の話ですかそれは。馬鹿にしたような態度を取りますね。まあそれもそのはず。君たちに命がけのゲームを強要した犯人が突然シロアリの話を始めようというのだからね。表示抜けするのも無理はなかろう。だがこれは君の人生を左右するほどの極めて重要な話だ。心して聞いてもらいたい。了解。君はシロアリたちの作ったアリ塚を見たことがあるかね。映像では見たことありますけどね。それがどうしたの？一つの芸術と言ってもいいぐらいの見事な建造物だよ。非常に整然としていて秩序だっている。ところでシロアリたちはあの建造物を何かの設計図に基づいて構築しているのだろうか。そんなわけないですよね。勝手に本能で作ってるんじゃないですか。無論そんなわけがない。彼らは遺伝子に刻み込まれたプログラムに乗っ取ってただ単調な作業を継続しているだけだ。おそらくその一匹一匹は自分たちが何を作っているのかさえも分かっていないだろう。しかしそれを観察している人間たちは知っている。そのアリ塚のエレガントな佇まいを、機能美を、見事に計算され尽くした構造を、つまりアリよりも高知な知性を持った存在にしかその構造体の美しさは理解できないということだ。何の話をしてるんでしょうね。さてここで我々人類について考えてみよう。我々はどうして生きている。何のために恋をし、何のために子供を産み、何のために物を生産し、何のために文化を育んでいる。目的は誰にもわからない。我々はただ遺伝子に刻み込まれたプログラムにのっとって単調な毎日を繰り返しているだけだ。さあここまで言えばもう分かってもらえるだろう。そう、要するに私が言いたいのはシロアリも人類も同じなのではないかということだ。我々は日々の営みを繰り返しながらもその究極の目的については全く理解していない。つまり我々は何を作っているのか知らないのだ。それを認識できるのは我々人類よりも高次な知性を持った存在のみ。すごく大掛かりな話になってきましたけども。あるいはその存在から見れば我々人類は何かとんでもなく秩序だったエレガントな構造体を作っているのかもしれない。我々人類が悠久の時の中で構築し続けてきたその何かはもう一次元高いレベルから見るならば恐ろしく感動的な何かである可能性も否定できないのだ。言いたいことはわかるけど何の話を突然始めてんのって感じですね。そして今君はその片鱗を知ろうとしている。違うかね。いずれにせよこれで一つ目の話は終わりになる。すごく中途半端なところで終わりました。全く意味がわからない。これが私の伝えたかった重要なことのうちの一つだ。では続けて二つ目の話に移ろう。もう一つの話はもうちょっとわけわかる話であってほしいな。これは君の人生を、いや数十億という人々の命をつなぎ止めるためのものだ。いささか唐突ではあるが、これから私はある一つのパスワードについて教える。パスワード。爆弾01を、カ
解除するためのパスワードだ。突然やってきた爆弾01の解除パスワード。いいかね、一度しか言わないからよく聞くといい。01の解除用パスワードは BQZRGJDXR だ。ちょっと発音に疑問が残りますけどメモっとこう。これでファイルートの爆弾01のパスワードが解除できるようになったってことですよね。何のことなのかさっぱりわけがわからない。爆弾ってなんだよ。もしかしてこの施設にそんなもんが仕掛けられてるっていうのか。激しく混乱する俺をよそにゼロは淡々と続けた。さて、以上をもって私からの話は全て終了となる。最後に一つだけ忠告しておこう。今ここで聞いたこと、見たことについては決して他の者たちに話してはならない。というか、あの爆弾を仕掛けてたのはリオじゃないのか。なんでゼロがそのことについて知ってるんだ。このゼロがもしかしてブラザーなのか。もしも話せばその時点で君にはペナルティーが課せられることになる。ではまたいつかどこかで会う。その時を楽しみにしている。宇宙海賊みたいな衣装を着てましたね。おい待てよ、一方的に話すだけ話して消えるなんて卑怯だぞ。思わず怒鳴り声を上げたが、その言葉がゼロの耳になど届くはずもなく、まもなくホログラムの映像は辺りの大気へと吸い込まれるように消えていった。この映像は天明寺たちは見てないってことですよね。バカにしやがって。何がシロアリだ、アリ塚だ、そんなもんは俺たちがさらわれてきたこととは何一つ関係がないじゃないか。クソ。俺は苛立ち紛れに近くの棚を蹴飛ばした。時間がやばいね。残り10分。まずいな、そろそろ A 階の倉庫に戻らないと。どっちにしろここに留まっていても意味がないし、急ごう。俺は素早く身を翻すと倉庫側の出口に向かって飛び込んでいった。天明寺とクォークとは本当にすれ違っただけなんでしょうかね。じちゃん。ああ、いたいた。シグマさんが戻ってきたよ。うん、どうにか間に合ったようじゃな。よかったね、何もなくて。他のみんなは AB ルームの中だよ。先に入ったのか。そうじゃ。二人は入らなかったんだな。もしかして俺のこと待ってたのか。うん、じっちゃんが投票の前にどうしても話しておきたいことがあるからって。話しておきたいこと。まあ大したことではないんじゃがな、わしとクォークは次のラウンドで必ず協力を選ぶ。ただそのことを伝えておきたかったんじゃ。シグマにも協力を選べってことですね。それがどうしても話しておきたかったことなのか。あんまり意味がないと思うけどな。裏切りを選ぶと宣言して裏切りを選ぶやつなんていないわけだし。確かにそうじゃが、わしらには根拠がある。必ず協力を選ぶという根拠がな。それはわしとクォークの BP は共に8。正直に言うがすでにリーチがかかっておる状態なんじゃ。この状態でわしらが BP を9以上にするにはどうすればよいか。まず前提条件としてシグマに協力を選んでもらう必要があるわけじゃが、この条件の下ではわしらが協力を選ぼうと裏切りを選ぼうといずれにせよ同じなんじゃよ。確かにそれはそうですね。2点もらっても3点もらってもどっちにしろ BP を9以上にできるってわけか。そうじゃ。であるならばあえてシグマを裏切るまでもない。共に協力を出し合ってポイントを増やした方が賢明じゃろ。だがもしも俺が裏切りを選んだらとは考えないのか。その場合防御のために裏切りをって可能性もあるだろう。だからじっちゃんはそれはしないって宣言してるんだよ。うん、その宣言信用してもいいのか。もちろんじゃ。
じゃあもう一つだけ聞かせてくれ。もしも仮に協力協力の手になってお互いに2点ずつ獲得できたとする。そうなったら天明寺とクォークの BP はめでたく目標値を超えることになるわけだが、でも俺の BP はたったの5にしかならない。そうなった時に2人が Q の扉から脱出しないって保証はあるのか。保証はある。どんな保証が。わしの言葉がそれじゃ。わしらは目標値に達しても決して Q の扉は開かない。そう誓おう。他の者たちを置き去りにして2人だけで脱出するわけにはいかんからな。義に熱い男ですね。僕も誓う。約束する。なんだよ、結局ことじちなんじゃないか。わしは約束は必ず守る。信じてくれ。お願い、信じてシグマさん。わかったよ、信じよう。ここまで言われちゃ裏切りを選ぶわけにはいかなくなりましたよね。では頼んだぞシグマ。了解。絶対に協力だよ。はいよ。約束だからね。約束ね。二人はそう言って右から2番目の AB ルームへと飛び込んでいった。さてと俺も入るとするか。さあ強力に投票しましょうか。投票。さあどうする。天明寺たちの言葉を信じるべきか、それとも疑ってかかるべきか。信じた上で裏切りをという手もないことはない。そうすれば俺の BP は6になる。リーチだ。さらに裏切りを選んでおけば少なくとも2人が抜けかけをして脱出することだけは阻止できる。やはり安全策としては裏切りに投票しておくべきなのだろうか。しかし、お願い、信じてシグマさん。絶対に協力だよ。約束だからね。相手が天明寺だけならまだしも、あの無垢な子供を裏切ることができるか。ああ、一体どうすりゃいいんだ。どっちを選ぶべきなんだ俺は。投票9、8、7、6。さあ残り時間もないぞ、選ぶぜ協力。3、2、1。天明寺たちの言葉を信じて協力を選択。アンビデックスゲーム結果お疲れ。アンビデックス。結果発表。ハイたちは裏切り同士。あ、K が裏切られてますね。天明寺とクォークは裏切りを選んできやがった。ひどいな。結果確認。天明寺クォーク。なぜだ、なぜ裏切った。クォークのことは関係ない。投票はわしの独断で行ったんじゃ。ちっちゃん。だったら天明寺お前に聞く。どうして約束を破った。約束は必ず守るって言ったじゃないか。わしが誓ったのは次のことだけじゃ。わしらは目標値に達しても決して Q の扉は開かない。え、つまり脱出しないってことか。いや、そうではない。脱出はもちろんさせてもらう。それってクォークが扉を開くってことか。どういう。見ろあれを。四つ葉が Q の扉の前に立っておるじゃろ。なるほど、他の誰かが開けるから自分たちは脱出するってことね。なんだと、まさか。開けやがったな四つ葉。
これで一緒に天明寺とクオークも脱出していくってことですか。そんな急な扉が、あのバカ女開きやがったな。だが結果発表によると確か天明寺とクオークも。つぶやいたファイの傍らを天明寺とクオークが駆け抜けていく。おい待てよこの野郎。3人が脱出してくってことか。よ、ツバさん、まさか脱出するつもりなんですか。そうじゃなかったら開かないでしょ。そりゃそうですけどね。急の扉、どうして。外に出て仲間を呼んでくるの。ゼロボスを捕まえるためにね。天明寺とクオークも行くのか。ああ、すまんな。ごめんね、みんな。どうじゃシグマ、納得したか。わしは約束を破ってはおらん。本当に卑怯ですけどね。旧の扉を開いたのはわしらではなく四つ葉じゃからな。納得なんてできるわけないだろう。汚いぞ天明寺。まあどうとでも言うがいい。わしはどうしても外に出なければならんのじゃ。一刻も早くここを出て奴に制裁を下さねばならん。奴っていうのはゼロのことか。やつというのは無論ゼロボスのことじゃよ。ゼロボスがどこにいるのか知ってるって言うんですか。ああ、ここまで来たのじゃからもう行っても構わんじゃろ。天明寺は一体なんでこんなこと知ってるんだ。わしはゼロボスのことをよく知っておるんじゃ。なんだと。ゼロボスと天明寺は実際の知り合いなのか。さあ行くよ天明寺さん。クオーク、うん。ま、ちょっと待って、シグマさん、これ読んでもらえる。なんだ。そう言ってクオークが差し出したもの、それは四つ折りになった2枚の紙切れだった。なんだよこれ。手紙、 AB ゲームの前に所長室で書いたんだ。これを読んでもらえればじっちゃんと僕のこと分かってもらえると思う。だから、はい。クオークが俺の手のひらに手紙を押し付けてくる。俺は黙ってそれを受け取った。それじゃあね、シグマさん。言い残してクオークが扉の先へと駆け込んでいく。続けて天明寺と四つ葉がその後を追った。手紙のことに唖然としていて引き止めることもできなかった。そうして言葉を探しているうちに。ではな。じゃあね。なんだろう、手紙は気になりますけど閉じ込められちゃいましたね。残りの余生をですね。9のとこれにてお疲れさ。なおどうぞご残りの余生をこの施設の中で。手紙読もうぜシグマ。くそ、行っちまったな。あとはあの3人が助けを呼んでくれることを祈るばかりだな。ええ、そうですね。俺は四つ折りになった手元の紙切れに視線を落とした。それを開いてみる。そこにはびっしりとクオークの拙い文字が書き連ねられていた。僕がじっちゃんに拾われたのは大雨の日。雨が地面に叩きつけられる音がうるさいくらいだったのに、赤ん坊の泣き声が聞こえたってじっちゃんが言ってた。僕の声はもっとうるさかったみたい。それでじっちゃんは僕を拾って育ててくれたんだけど、何せ一度も結婚できなかった独身男だからさ、大変だったらしいよ。ミルクの作り方がなかなか覚えられなくて、いつもメモを持ち歩いてたんだって。急に自分の身の上話が書いてあるんですね。それに加えて僕はグルメで、ちょっとでもお湯と粉ミルクの分量が違うと飲まなかったっていうし、散々だよね。でもそのおかげで僕はこうして大きくなれたってわけ。拾われてきた時は普通の赤ん坊よりも二回りくらい小さくて、ちゃんと育つか不安だったってじっちゃんがよく言ってた。ちなみに僕の名前のクオークっていうのは素粒子のことで、僕が小さかったからつけたんだって。結局じっちゃんの心配は杞憂でさ、
僕は結構悪運が強かった。1歳の頃にはじっちゃんがトラックの荷台に僕を寝かせたのを忘れて、トラックが動き出すのと同時に僕は地面に転がり落ちたんだけど無傷。2歳の時は歩き始めた僕がじっちゃんが目を離した隙に2階から転落、でもやっぱり無傷。3歳の時には高熱を出して1週間生死の境をさまよった後無事に回復。本当に運がいいよね僕って。それからは大きな怪我も病気もなくすくすくと元気に育った。そうして6歳になった頃にはじっちゃんの仕事を手伝うようになったんだ。仕事っていうのは廃墟から使えるガラクタを集めてくること、それをじっちゃんが改造したり修理して使えるようにして売るんだよ。廃墟は腐るほどあるんだけど使えるガラクタっていうのが難しくてさ、使えるパーツが何なのか分かってないといけないし結構大変なんだよ。じっちゃんはいちいち僕が拾ったパーツの仕組みを僕に説明するんだ。僕は早く仕事なんて終わらせて映写屋のところに行きたいって言うのに、映写屋なんだそれ。映写屋は週に1回ワゴンでやってくるんだ。大昔のニュースとか映画とかを見せてくれるんだよ。僕は毎週行ってるけどじっちゃんはたまにしか行かない。それも映画の週だけ。そういえば僕が拾われた時の話をしたけど、僕が拾われたことを知ったのは7歳になった時なんだ。近所の子から聞いた。僕を拾った時じっちゃんはあちこち里親を探したんだって。近所のその子には母親がいるんだけど、その母親のところにも頼みに行ったらしいよ。それを聞いた時は結構ショックだったな。だって周りは身寄りのない子供たちばっかりだから、肉親に育てられるって結構ステータスの一つだったんだよね。まあショックだった理由はそれだけじゃなくて、里親を探したってことは僕を育てるのがじっちゃんにとっては不本意なことだったのかなと思ってさ。その話を教えてくれた子がまたすごく意地悪な子でさ、母親はその子に仕事をさせないから遊んでばっかり、わがままだし母親がいることをいちいち周りに自慢するんだ。僕がガラクタの山で働いていると、母親がいないやつは大変だなとか嫌みったらしく言ってくるし、これはクォークと天明寺がいた世界はシグマがいた時代とは違いそうですよね。それまでは気にしてなかったんだけど、拾われたってことを知ってからはもしかしたらじっちゃんは僕から離れたいのかなって思うようになった。僕が一人で働けるようになったらじっちゃんは自由になれるでしょう。じっちゃんに直接聞くのは怖くて聞けなかったけどさ。でもある日じっちゃんが近所にあるバーに連れて行ってくれたんだ。もちろん昼間だよ。バーなんてじっちゃんがたまにスコッチを飲みに行くくらいだから、僕が入ったのはその時が初めてだった。じっちゃんがいつものいかつい顔のままカウンターに近づいていくのを見て、もしかしてこれから僕はここで働かされるのかなとか思ったんだけど、違った。じっちゃんはマスターに何か頼むと僕を抱き上げてカウンターのスツールに座らせたんだ。もちろん足は届かないし目線が高くなるからなんか妙に緊張したよ。そのうちじっちゃんと負けず劣らずいかめしい顔をしたマスターがスコッチのグラスと一緒に大きなグラスを出してきたんだ。入ってたのは透き通ったエメラルドグリーンのジュースと白い半球のアイスクリームだった。メロンソーダですよね。それってなんだかわかる？クリームソーダだったんだよ。僕本物を見たのは初めてだったからびっくりしちゃった。だってクリームソーダってバーにある一番上等のお酒よりも高いんだよ。子供たちの間では都市伝説みたいな存在だったんだ。やっぱりラジカル6で壊れてしまった後の世界を生きてたのが天明寺とクォークなんでしょうかね。だってエメラルドグリーンのジュースなんてありえないって思わない？僕はクリームソーダらしきものをまだ確信が持てなかったからね、じっと見た後じっちゃんを見た。じっちゃんは僕を黙って見下ろしてた。僕はどうしていいかわからなくなって次にマスターを見た。そうしたらマスターはもう僕たちに背中を向けてた。つまりこれは僕の前に置かれたってこと。それでもまだ信じられなくてキョロキョロしてたら、じっちゃんがアイスが溶けるから早く飲めって言ったんだ。じっちゃんのしわがれた声が天使の声に聞こえたよ。本当にいいの？って一度確認してじっちゃんがうなずく前に僕はクリームソーダを飲んじゃった。あの時の感動は言葉にできないね。
今まで飲んだこともないような甘いジュースが口の中で弾けたんだ。ぷかぷか浮いたバニラのアイスクリームもソーダの味と合わさってすごく甘くて美味しいんだ。僕は世界で一番幸せな子供だって思ったよ。冗談じゃなくて本当にそう思ったんだ。クリームソーダが美味しかったのもそうだけど、ふと横を見たら僕を見てるじっちゃんと目が合ってさ、じっちゃんがすごく優しい目をしてたんだ。あの顔からは想像もできないだろうけど本当だよ。それを見たら拾われたことなんてどうでもよくなっちゃった。じっちゃんは僕にクリームソーダを買ってくれた。母親がいてもクリームソーダを飲んだことがないあの子よりも僕は幸せだ。もちろんバーから帰ったら一番にあの子に自慢したよ。そんな感じで僕とじっちゃんはおおむねうまくやってた。でも一度だけ大喧嘩をしたことがあるんだ。その日は朝からお気に入りの靴のかかとが破けるし、通りすがりの酔っ払いに怒鳴られるし、ガラクタを集めに行ってもゴミしか見つからないしで僕はイライラしてた。結局めんどくさくなって適当にゴミを拾ってじっちゃんのところに持って行ったんだ。じっちゃんは僕が集めてきたゴミを見て顔をしかめた。それから一つ一つのパーツを僕に見せながら僕に全部ゴミだって説明し始めたんだ。僕はなんだかむしゃくしゃしてたからどうでもいいよって言っちゃったんだ。そうしたらじっちゃんが怒って僕は全部嫌になって逃げ出した。廃屋に隠れてる間、じっちゃんが僕に仕事をさせるのはやっぱり僕が拾われたからなんじゃないかとか、働かせるために育ったんじゃないかとか、そんなことを考えてた。そのうち頭が冷えてくるとじっちゃんに謝らなくちゃいけないとは思ったんだけど、ちょうど雨がひどく降ってたから雨が止むのを待つことにしたんだ。まあそれは言い訳で気まずかったからなんだけど、雨は全然止まなくてさ、僕はどんよりと濁った空をずっと見てた。じっちゃんが迎えに来る姿を想像しながら。これを全部2枚の紙切れに書いてあるんですよね。長すぎると思うけど結局雨は一晩中降っていて、じっちゃんは迎えに来なかった。重たい足を引きずってじっちゃんのところに戻ろうとしたら、途中でうめき声が聞こえたんだ。最初は関わらない方がいいかなと思ったんだけど、なんとなく近づいてみたらじっちゃんが倒れてた。じっちゃんは全身びっしょり濡れていて、雨の中ずっとそこに倒れてたってすぐに分かった。僕がじっちゃんを呼ぶと、じっちゃんは少しだけ目を開いて、それから僕が無事でよかったって言ったんだ。じっちゃんは雨の中僕のことをずっと探してたんだよ。僕は早く帰ればよかったってすごくすごく後悔した。だってじっちゃんはずっと雨に打たれたせいで倒れちゃったんだから。僕って最低だよね。じっちゃんには赤ん坊だった僕の泣き声が聞こえたのに、僕にはじっちゃんの声が聞こえなかった。走ってお医者さんを呼びに行く間、僕は神様にもう一生クリームソーダを飲めなくてもいいからじっちゃんを助けてほしいって何度もお願いしたよ。でもじっちゃんの熱は何日も下がらなくて、このまま下がらなかったら死ぬかもしれないってお医者さんに言われた。じっちゃんがいなくなったら僕は一人ぼっちになる。誰も僕のことなんか気にかけてくれない。そう思ったら本当に怖くてどうしたらいいかわからなかった。でもじっちゃんにも僕の悪運は伝染したみたいで、1週間後ようやく熱が下がったんだ。じっちゃんが目を覚ました時、僕はちょっと怖かった。もうお前みたいなやつはいらないって言われるんじゃないかって思った。だから一番に謝ろうと思ったのに結局声は出なくて、そうしたらじっちゃんの方が先に謝ったんだ。僕はびっくりした。じっちゃんは僕にいつか自分は年寄りだから死ぬ、その時に一人で生きていけるように厳しくしたけどやりすぎたかもしれないって言った。じっちゃんは僕のことをずっと考えてくれてたんだ。それに僕のことを心配して雨の中を走り回ってくれた。僕はとにかく全部を謝りたくなって大泣きした。あれだけ泣いたのは赤ん坊の時以来じゃないかな。じっちゃんはただ僕の頭を撫でてくれた。その後僕はじっちゃんに僕を拾ったことを後悔してないか聞いたんだ。そうしたらじっちゃんは目を丸くしてまさかって言った。それから自分はある女の人を探すために友人や恋人や家族と生きることを諦めたけど、僕を拾って育ててると諦めたものが戻ってきたように思えるって言ったんだ。
僕はその時、じっちゃんが死ぬまでじっちゃんとずっと一緒にいようって決めたんだ。たとえじっちゃんがダメだって言ってもね。長い紙切れ2枚でしたね。どれだけちっちゃい字で書いたんでしょうね。今の文章を全部一から考えながら書いたとして20分で書けますか？いや、正確に言ったら20分以内ですよね。シグマが探しに行くまでの間に書いてたわけでしょ。めっちゃ書いたよな。さあ、エンディング。これは誰エンド？天明寺エンドかな、クォークエンドかな。天明寺エンド、トロフィーゲット。長い手紙を読まされましたけど、ここの第3ラウンドの AB ゲームは強力で正解だったってわけなんですね。すごく中途半端なエンドでした。爆弾01のパスワードは手に入りましたけどね。ちょっとこの AB ゲームで裏切りを選ぶ選択肢も見てみます。さあ、裏切りを選んでも天明寺たちは裏切りで返してくるんでしょうか。そうしたら彼らは扉の外に出られなくなりますよね。ってことで、やっぱり裏切りを選んできましたね。四つ葉だけが9を超える状態に。結果各自。おい、どういうことだ天明寺クォーク。クォークは関係ない。投票はわしが独断で行ったんじゃ。なんで裏切りを選んだ。それはお互い様じゃろう。じゃが、今は言い争いをしている場合ではなさそうじゃな。見ろ、四つ葉が旧の扉の前に立っておる。なんだと。四つ葉一人で旧の扉から出ていくパターンのエンドってことかな。旧の扉が、あの女開きやがった。どうして。待ってよ八つ葉さん。おい八つ葉、一体どういうつもりなんだ。仲間を呼んでくるの。仲間。アリスの仇を取るためにね。仇って、ちょっと四つ葉のセリフは違いましたね。でも天明寺とクォークは四つ葉と一緒には扉から出ていくことはできない。9の扉。9。それじゃあ私行くから。四つ葉さん待ってください。四つ葉さん、てめえさせるか。どっちの選択肢を選んでも結局四つ葉は出ていっちゃうんですね。ディオが拳を握りしめて四つ葉に向かって飛びかかっていく。しかし四つ葉はそれをひらりとかわし、さよなら。氷のように冷たい表情を浮かべて旧の扉の先へと駆け込んでいった。この天明寺ルートはどうやってもシグマが脱出できるルートにはなってないってことですね。ゲームオーバーかな。もちろんクォークから手紙は渡されることはないんでしょうね。扉が閉まったところでゲームオーバーでした。さあ、てことで今回は天明寺ルートをラストまで行ったわけなんですけども、すごく中途半端なエンドでしたね。でだな、ファイルートの途中止まってたこの爆弾01のパスワードついに分かりましたんで、ゼロボスから直接教えてもらいましたからね。次回はこのビオトープの爆弾01を解除してファイのルートを進めていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。